デイビッド・レクタル・ディシャは、ケニアの元陸上競技選手、専門は中距離走。リフトバレー州、キルゴリス出身。2010年8月22日、ベルリンで開催された、競技会において800メートルの世界記録を、更新する1分41秒09を、記録、さらに8月29日には1分41秒01、まで記録を伸ばした。 2012年8月10日、ロンドンで開催されたオリンピックにおいて800メートルの世界記録を更新する1分40秒91を記録した。2009年8月世界陸上競技選手権、ベルリン大会に出場し、準決勝に進出。9月イタリアリエーティ県で開催された IAF グランプリでは、同国人、 サミコスケが25年間保持していたアフリカ記録1分42秒28を更新する1分42秒01の新記録を樹立して優勝した。これは男子800メートル歴代4位の記録である。2010年6月 IAF ダイヤモンドリーグのビスレットゲームズでアブバケール・カキと対戦したが、セバスチャンコーが31年保持していた。 大会記録を更新する1分42秒04を記録し、これを下した。7月10日、ベルギーヒュースデンゾルダーで開催されたナイトオブアスレチックスにおいて、男子800メートル世界歴代にアフリカ記録となる1分41秒51を記録した。8月22日、ベルリンの競技会へスタッフにおいて1分41秒09。 を記録し、ウィルソン・キプケテルが1997年8月に記録した男子800メートルの世界記録を0秒0に更新した。8月のダイヤモンドリーグ最終戦のメモリアルバンダム800メートルで優勝。2010年 IAF ダイヤモンドリーグの男子800メートルで4勝を挙げて年間種目別優勝者に輝き、ダイヤモンドトロフィーを獲得した。 同年11月、女子総高飛びのブランカ・ブラシッチと共に2010年度、IAF 世界最優秀選手賞を受賞した。その後、怪我などが相次ぎ2020年に引退を表明。2017年の7月以来は一切レースには出場していない。800メートルでロンドン、リオと3連覇のかかる東京五輪にも出場せず、現役を引退することとなった。 ルディシャは、トランスマラケン・キルゴリスに生まれ、何人ものトップランナーを輩出したことで知られる、ケイオケニテンの、セントパトリック高校に通った。当初は400メートルの選手だったが、コーチであるコルム・オコンネルが彼を促して800メートルに、挑戦させた。その後間もない2006年、ルディシャは800メートルの世界ジュニアチャンピオンになった。ルディシャは、マサイ族である。 彼の父、ダニエル・ルディッシャは、メキシコシテオリンピック4400メートルアールケニア代表、第一走者であり、銀メダリストとなった選手である。レースでは、序盤から積極的に先頭でレースを引っ張るのが、持ち味である。ありがとうございます。